はい。まだって、もう。え？もう、はい、こんにちは。もう、はい、いいよ。ねえ、浅井さん。ここにコメントが出てくるから。ちょっと待って。うん、まだだよ、まだ。まだ始まってない。そこのコメントって何？コメントって、みんなから出版した本についてあるでしょ？本の質問が来るから。あ、したらそれについてそう言えばいいのね。そういうこと。ほら、来た。そう。ちょっと俺、顔洗ってくるわ。寝起きだから。こんにちはって何？うん、こんにちは。赤井さんにこんにちはって言ってんだよ。こんにちは。やー。なんかフォローしよう。古代ワド。ワドッツ。ワドジュークわかんないよ。わかりません。なんだろうな。配信終了。お土産。今月デザイン、日本一で旅します。わかりません。お久しぶりって、古代さんが。浅井さん、お久しぶり。ああ、本当にお久しぶりでした。元気でしたか？元気です。あなたも元気。亀仙人さん、浅井さん歌って、歌うって、何丘を越え行こうよ。口笛吹きつつ、空は澄み青空。巻き場を刺して、いいですか？次、私も元気？ごめんね。今度も、また出るよ、すぐ。あとは、浅井さんお久しぶりです。たくみさん。たくみさん。死んだんじゃないかと思ったんでしょ。大丈夫でしたー。生きてまーす。はい。元気になりました。ありがとうございます。亀仙人さん、素敵。それは髪の毛素敵だ。何かな、これは。これは仙人の髪ですか？よくわかりませんが、亀さんの髪でしょうか？何でしょうか？何ですか？いい、浅井さんの歌元気が出るよ。そう？今もっと練習して、こういう方がいいかな。CD 作って出ればいいでしょうか？よくわかりませんが。それでいいですか？はい。生きてます。ああ、よかったでー。たくみちゃんよかった。生きてて。あとは、何かな。配信って同じ時間にやればいいんですか？9時なら9時って毎日バージョンでやればいいんですか？時間は適当。時間空いてる時間に。あ、超同じにすればいいんですね、時間を。で、それで、あとは。空いてる時間にやればいい。空いてる時間に。空いてる時間？なるほど。誰かと一緒にいるか、もしくは大事が大事だ。モキさん、はい。好きな食べ物は何？好きな食べ物？この前きな粉溶かして飲んだらすげえうまいと思ったよ。だから浅井さん、コメント読むと疲れる？いや、疲れはしないけれども、何が何だか分かんないとこもあるよ。でも大丈夫だ。なんとかなるさ。コメント読むと疲れるってどういう、何？これ何？コメント読むと疲れるって何？疲れないよね。大丈夫だよね。ああ。さえさん大丈夫。いや、おべちゃんも配信しようと思ってんで、よろしく。のんちゃんもおはようございます。これは、わからないな。疲れ上がりならよかった。W。のんちゃんもおはようございます。三角だな、目が。クロスケ。クロスケ、おはようございます。クロちゃん、おはようございます。ふわっちで配信するの？そう、ふわっちで配信するよ。やってみようと思うの。今度見てね。やり方教えようかな、今度。パソコン手に入ったの？パソコン持ってきたよ。持ってきた。
だって今日持ってあげたから、もうここに持ってきたわけじゃないじゃん。これだよ。どれ？見せて。レッツノートだ。これだよ。これでおばちゃんも同時に配信すればいいですか？おお、ウェブカメラぞ。浅井さん、浅井さん。いや、だからここはあれはどうなってますか？インターネットは。Wi-Fi あるあるある。これ、つながってるからこのまま出るんですか？うん、ちょっと見せて、だから。設定してみたいから。設定コンセントつながなくて、これ切れませんか？さっきからやってるから。うん、コンセント。これ、どこですか？うん、うん、貸して。これそこだよね。よいしょ。はい。そうだったよ。これってね、うん、同じ時間にこんにちはってやれば、うん、みんな見る。うん、そうじゃなくて、この前から出して呼びかけるよ、うん。来てください、来てくださいって。そうだね。うん、じゃあ、どっちもやればいいんですか？両方もやればいい。うん、両方やっ、これをここにさ、こうね、浅井さん覚えといて、これをこうやってやる。え？アングル的に無理だね。無理無理。アングルって何？アングルってカメラの向きのことだ。こうするの？そうそうそう。こんにちは。いや、こんにちはってまだ何もついてないよ。ヴィンテージ浅井さんはバンテージのスウェット。わかるね。浅井さん着てる服。服は拾ったやつでしょ。そう、拾ったもの。何もわかりません。浅井さん、こんにちは。嬉しいです。うん。キヨタンいらっしゃい。キヨタン。キヨタン、よかったですね。浅井ちゃん、元気でした。ちょっとお世話様です。ありがとうございます。今、準備してる。もうちょっと待とうね。あとは、みんなこれ何してるか見しようか見てるよ。何すればいいのか。あのね、本の宣伝とあと、本はどういうものだろうかを喋ればいいんですか。そう。わかりました。はい。じゃあお願いします。浅井さんが本を出版しました。はい、今回出版記念コラボなんで貴重ですよ。コラボってなんだかよくわからない。インタビュー、はい、じゃあどうぞ喋ってください。本について。はい、本ができました。ずっと書いたんですけど、できて嬉しかったです。だって本はおばちゃんが出版社で、おばちゃんがさ製本社ですけども、さてこれは本の内容だけれども、そういうものです。だからその誰にも邪魔されないでちゃんと正確にできてますので、皆さんどうぞご覧ください。そうしたら人生はさっき言ったよ、太陽になるとかいう話をのんちゃんとしてたんですけれども、皆さんの人生は太陽と変わります。でこれについては後でおばちゃんのメール と電話番号、電話番号は、0705011138 ですが、メールも教えまして、でそれでおばちゃんのホームページ作りますんで、ホームページにそれ見てもらえれば、そしたらみんなも太陽になれるというもんです。では頑張ってください。頑張ってください。はい、あとなんかちょっとあるよ。これっていうのは、おばちゃん、科学者に許されてるかって、そういうふうに和道さんが言ってたんですけれども、何つった、科学者に許されてるかって和道さんが言ってない、その言いましたけれども、言ってない、その、その科学っていうもの自体が、うん、この和道さんのような人が作ったものなんで、これっていうのはその加減なんですよね。加減じゃなくて、その正解のものっていうか、正確なみんなの認識に上る正確なものになりましたんで、おばちゃんがそうしてきましたんで、そうなってます。だからこの皆さんの人生はそれによって壊れることはありませんということで、これが本の意義です。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしく。インターネットだってほら、やれやれ、設定するから。インターネット設定するから、これだよ。え？おばちゃん、あれやんなくて、おばちゃんのもつけなくてもいいですか？花火ありがとうございます。ん？だから、つけるためにインターネット設定するから、今。これ買ってきたんだよ。
また買ったの iPhone。 いやいや、これであれですよ。これまた携帯買ったの。アサイさん、これオンにすればあっという間に。オンにしていいですか。いいよ、それすぐつくよ。合わせたのかな。すげえな、アサイさんもうデザリング使いこなしてんだけど大丈夫ついたでしょ。違う、パソコンでそんなことやってたらよ。それどこのメーカー、ソフトバンク、どこも。これ、うん、これ、マイモバイル。マイモバイル、おちゃんと格安シム使いこなしてるいや、もう大丈夫だわ。うん、いいわ。で、どこだ。ふわっち、ふわっち、そこに載ってるよ、インターネットどこに。ふわっち、ふわっち、うん、あと、あ、キヨトン花火ありがとう。実はこうありません、うん、浅井さんに花火ありがとうございます。ちょっと接続はありませんだよ、これ出せないよきっと、ね、だから俺の Wi-Fi と繋ぐからいいよ、うん、繋いでください。あ、繋がってる。繋がったよ。で、ふわっち、これ、うん、ふわっち押すでしょ。そしたら、そうそしたら、浅井さん作ったんだ。配信する、押せばいいや。そう、それ押せばいい、うん、で、スタンバイ、配信開始。ちょっと待って、ん？あー、バグってんな。どうしたの？もうちょっと待ってて。もう一回、ちょっと待って、カメラの設定できてんのこれ。カメラ繋がってるこれ、刺した。あ、刺してない、大変だ。カメラこれどこ行ったの。カメラ刺したからやんないダメだよ。もう遅い？うん。どうしたらいいの？もう一回消す？もう一回ここ押して。これ？そう。何も起こらない。起こるの？あ、ね、起こった。そう。で、また。それは何ですか？朝彦さんマイペース。ちょっと待って。確認するから。あれ？これ配信をしていいですか？まだだっつの。いいよ、じゃあ押していいよ。配信する。配信する。出た。で、ここ緑を押すの、これ。これを押す？許可を押す？そう、許可。それ許可。そう。そうするとカメラつくから。ついた。そう。そしたらここ。これ？これ。はい、出た。うん、カテゴリー選択する。これを入れないと。これ閉じるを押してまず。閉じるを押して。うん、してこの選択してください。そう、選ぶのこんな感じ。雑談。そうね。はい。うん、それでいいの、OK。でここ押せばいい。配信開始。うん。はい。これでいつでもできるから。配信開始しますか。はい、押せばいい。浅井さんが配信者になる瞬間だよ、みんな。はい、配信できたよ。はい。てか、浅井さん使いこなしてるんだけど、意外と。前よりも覚えてる。こんにちは。はい、浅井さん。まだ始まってない。はい、まあ、じゃあいいの、ほっといていいの。インターネット繋がるまで。30秒経過しても配信にならない場合は、配信終了して。30秒したらどうなんですか。いや、まだ繋がってないのよ。インターネットが。後から繋がってくる。うん、携帯電話でやった方がいいんだよ。一回止めて。携帯繋がんなかったら一回止めて、そう押して。もう一回止めて、はい。はい。これ携帯電話出してそれで。で、これ押してもう一回。配信開始。はい。はい。はい。朝日さん、あれだな、繋がってないところでずっと喋ってたんだな、これ多分。そう？多分ね。今までやってたでしょ。一回喋ったよ、したよね。録画しますかって言ってたよ。あ、じゃあ配信できてるんだ。ネットの回線弱すぎるんだよ、これ。花火ありがとう。うん、配信者。いや、前からずっと、それはアドバイスするって言ってたんだよ。繋がんないね。インターネットだから、俺の家の回線でやろうよ。じゃあ、その方が早いから。じゃあ、家入れてください。うん、やるよ。家でやるときは線繋ぐんだよ。線繋ぐ。うん。ちょっと待って。あ、そこの、そこで、接続。ちょっと待ってね。パスワード。ちょっと待って。パスワードとか。待って、待って。うん。うるせえ、起きるか。もしもし。
ってない。行方不明じゃないよ、全然。うん、何？浅井さんは行方不明だったわけじゃないよ。どこ、どなたですか？ワイドローさん、本当に魂のグレートな男だと思う。どなたですか？ルルちゃん、キヨタン、ワイドローさん、行方不明の間、本書いてたの。そう、行方不明の間、そう、本の仕事を進めました。で、できました。ありがとうございます。ホームページに何したらいいか宣伝の方法を聞きに来たんでしょ今日。そう、ホームページをどうしたらいいですかって聞きに来た。うん、で、それで、今、のんちゃんに聞きました。うん、紙に書いたんだけど。紙に書いた？紙捨てちゃったかな。あれだな。んあ、これ寺田さんか、寺島さん買ったの？あ、用意してくれたの？このパソコン。いいじゃん。これ配信できるよ。そう？うん。寺島さん、これ。そうだ、寺島さん。おお、さすがだわ。カンナル？あ、これだ。なんだろう、これ半角にならないな。ワドさん大好き、ルールどなたですか？よくわかんないな。浅井です。和道さん、本当に魂のグレイタな男だと思う。ん？何何何何って言っちゃう？あ、詰まった。YouTube に出していただけませんか？そうすれば保存できるのに。あ、YouTube やってるよ。YouTube？ やってるやってる、浅井さん。YouTuber はもうとっくにデビューしてる。YouTube に、いや、今度はね、YouTube にあの話を載っけますんで、それで見てくださいね、キヨタン。あれ、繋がってない？今、違う YouTube 作るよ。そしたら大丈夫だ。YouTube、今のままでいいの？ん？今のままでいいの？トランプ氏が大統領。浅井さん。大統領就任？政権は TPP 離脱を表明。おお、仕掛けるね。TPP がわからない。いいよ、ほっといていい。TPP 何？じゃあ、なんか余計なこと言うから。TPP 何？ TPP はね、政策。で、自殺を表明したらどうなん？それで、トランプさんが、大統領に。浅井さん、ちょっとこっち向いて。浅井さん、こっち向いて。カメラ向いて。はい。こっちがここ向いて、はい、寄ってこっち側に来て、はい、ではそのままね、はい、うん、そのままちょっと待ってて、つながるかな、なんかね、お試しくださいになってるよ、ね、またなってるね、うん、またもう一回ね、花火ありがとう、キヨタン、ちょっと待ってね、つながんないの、配信を開始しました、あ、つながった、つながった、来た、はいはい、オッケー、つながりました。浅井ゆき子で始まってます。浅井でございます。今度は本と一緒に出かけますんで、どうぞよろしく、皆さんも一緒に出かけしましょうで、それでお出かけするときは私の本と一緒でよろしくお願いします。で、浅井さん30分で一回切れるから、はい、30分間やるっていうのを覚えておいて。あ、これ30分で切れる。そう、30分。もう一回言って、もう一回やる。そう。だから30分間やるっていう感じね。俺も浅井さんフォローしよう。30分これでやればいい。そう、浅井さん5分とか10分とかでパッてやめちゃうでしょ、だいたい30分やるって覚えておいて、あ、30分これ喋り続ければいいわけですね、うん、そうわかりました、だいたい1日30分最低ね、わかり、うん、1日30分、1日30分がいいと思う、うん、まあ1時間やってもいいんだよ、いや、それは楽しいかもしれない、1日30分楽しいよね、うん、よかったよかった、浅井さんどこだ、あとこっちがついたし、うん、一緒についてるところが。いた、浅井さんだった、フォローしよう。一緒についてると、あ、これ私だ、さっきのと同じだ。そう。あ、これだ、これと同じだ、あれっていうことは、あれフォローできない。これはあれです。
あれ、浅井さんフォローできないんだけど、なんだバグか、ね、悩んでる人について 2,3 人毎日それ言えばいいですか。同じ IP だからかな。回答を出せばそれで、皆さんフォローができない。ここにいる回じゃないですか。ハートありがとう。ハートがカラオケってまずされてる。まあカラオケやってんの。カラオケやってるよ。はい。電話来たよ。電話。切れちゃった、また。やってあげようか。かけ直そうか。いや、これ、ここ。キャンセルすればいいんじゃない。自分なのゼロ。ここだ。もしもし。あ、今日と一緒に病院に行かないですか。後で。御苑、そう、新宿御苑。いや、後でだ、後で。だって今、和藤さんのうち、それから、これから、じゃあ、それから、じゃあ、ホームページ作ろうっていう話になって、それから、あと、それからだ。それでいいですか。よくわかんないな。何時かな、多分ね、1時か2時。じゃあ、ま、電話かけます。よろしく。すいません。誰？寺田。あ、寺田さん、うん、あ、カラオケ今度行きたいって言ってる人いるよ。カラオケ行きましょう。はい、行っていいですか。来ていいですよ。キヨタン、カラオケいつ来ますか。今何、日曜日やってんの。次の日曜日。いやいや、今日曜、水曜日、週2日、うん、今やってんのカラオケ。ハート、ハートをプレゼントしました。キヨタン、カラオケ行ってもカラオケ来てください。どうしたらいいですか。日について私のホームページに載せます。で、それで、予定してきてください。お会いするの楽しみにしてます。うん、あと、はい、花火さんだ。あ、これ何。これはアイテム、お金くれたの。これ一緒に、これは俺の、こっちは浅井さんの。浅井さん、こんにちは。花火ちゃん、これについては、これはどうしたらいいんですか。口で答えてればいいですか。そう。いや、口で答えるしかないから。口で答えるしかない。そう。みんなの質問とかが来るから、ここに書いてくるから、それを。これは何の印ですか。これ、顔文字禁止。浅井さんの。顔文字打たないでください。ネットスラングも使わないでください。大丈夫だよ。おばちゃんね。あれだよ。それはあれだよ。来週か再来週の日曜日行きたいって。カラオケ。あ、カラオケ、はい、わかりました。キヨタンですね。うん、キヨタンが。わかりました。キヨタン、連絡します。すいません。ここに浅井さん、電話番号伝えておいた方がいい。0705011138。キヨタン、0705011138です。どうぞよろしくお願いします。お願いします。浅井さん、こんにちは。おはようございます。なんたん、おはようございます。来てるよ。後ろでコメント打ってんの。後ろで。携帯で今打ってる。今、携帯で打ったんだよ。携帯で打てばこれ来るの。そうだよ。ほら、今打ってるの。ほら。あれ携帯で打てばこれが来るんですか。そうですよ。浅井さん、こんにちは。何だったかな。あ、そうだ。これは、これからは強さの世界なんで心配しなくていいです。花火ちゃん、大丈夫ですよ。心配はいらない。リュッチ、浅井先生、www。笑ってるの？笑ってるの。W は覚えたんだ。先生って何に対して先生と言ってんの？リュッチさん。何に対して先生と言ってんのかな、リュッチさん。知らないよ。本を書いたからじゃない。本を書いたから？本を書いたからかな。あ、そっか。作家の先生になったの。作家の先生？そう。いや、大丈夫ですよ。あなたの方が偉いですよ。で、それで、メロン、ウッス。なんで浅井さんフォローできないんだろう。フォロー。あ、でもフォロワー増えてるから大丈夫かな。メロン、ウッスってどういう意味ですか。こんにちはって意味。こんにちは。うん。ホームページあんじゃん。大丈夫ですよ。メロンちゃん、おばちゃん、今度からいつも出ることにしましたね。大丈夫です。あるじゃん、浅井さんホームページ。ハートをプレゼントしました。浅井さん、元気をください。どうして、この、これに、この、こっから元気をあげればいいんですか。これ、
お茶店で来よったんですって言えば、これのんちゃんこれどういう意味でここに、うん、全然歓迎してくれるけど、浅井さん結構もう写真を貼ってるんですよ、ね、もう10秒ぐらいしか待たないから電話番号電話かけた方がいいと思う。ここに自分の写真を貼るんですよ。あなたの希望は全部現れます。浅井さんのツイッターが飛べない。浅井さん大丈夫です。あなたの希望は全部現れます。なんか状況が変わってるから。回路ありがとう、はい、キヨタン。でそれで、あそっちは回路をプレゼントしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。浅井さん、ツイッター見れないってよ。よくわかんない。ツイッター、どこのツイッター？私のツイッター？うん。ツイッターの番号をみんなに言えばいいんですか？うん、そう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 。見てみる。設定間違えてんだよな。後で直してあげるよ。いや、まあツイッターはまずはあれだ。さっきの場合で答えようよ。答える？何を答えるの？これに、浅井さん元気ですか？ツイッター。え、浅井さんのツイッター飛べたよ、俺。浅井さん元気ですか？飛べた、飛べた。全然飛べるよ。うん、浅井、うん。で、ツイッターにない、本を何するんでしたっけ？まず、本が売れればいいわけじゃん。本を買ってもらいたいわけでしょ？そうですね。うん。でも、買っていただきたいけれども、それ、みんなの人生がそれにおつかなきゃ困りますから。だから、本がいくらとか、どんな内容が載ってるとか。だから、始終と、配信に言うと、私が登場してれば、本が売れても大丈夫じゃないですか。いや、だから、本を売ってることをみんなに伝えればいいんだよ。本売ってるんで買ってくださいって言えばいい。ツイッターでも、放送でも。毎日30分か、もしくは内容のあると5分の毎日放送すればいいですね。うん、そう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 。わかりました。じゃあ、そのようにします。うん。本の紹介とかやればいいんだよ。本何ページでいくらなの？170ページで3500円です。あ、そっか。その本は家に、俺見たいもの本。本家にあるの？いや、家じゃなくて今、御苑に置いてきちゃったから、御苑にあった。新宿御苑に置いてんの？自分の本。そうです。なんで？新宿御苑、なんで新宿御苑に置いてんの？え？いや、新宿御苑にはあれだ、置き場所があったから置いてきたんです。そのまま置いてあると思うけど大丈夫だ。うん、何冊あるの？何冊ぐらい在庫あるの？在庫、ちゃんとできたのは今1冊。で、いや、ちゃんとできてないのは、どこだったの？ちょっと待って、待って。浅井さん、もしかしてさ、170ページの本、自分で1冊1冊手書きで作って、それを3500円で売ってんの？だから、ちゃんと縫ってあって、それで剥がれなくて、ちゃんとした本の形態になってるものが、今一冊で、うん、私が。それ自分で作ってんの？そう。プリンターで出して、で、それで、あれだ、糊付けして製本屋に聞いて、それで、友達に製本できるっていう人が外にいるんで、その人にお願いして製本してもらいました。で、それ今一冊できてるけども。産業革命の頃の時代と同じ作り方してるんだよ、浅井さん、本を。え？産業革命じゃねえんだいや、だからさっきも言ったじゃない。出版社と、それから製本屋がおばちゃんでなければ、うん、これは、真実を書いたものではありませんので、真実を書いてあるから、皆さん、まあ、安心して読んで大丈夫です。なるほど。わかりました。はい。はい、じゃあ、本は3500円ね。俺一冊買おうかな。プレミアつくんじゃねえの。え？俺欲しいな。それ今度買うわ、俺。一冊予約しといて。俺、本当に買う。そう？うん、買う買う。買う買う。うん、じゃあ、買う。一冊は、こちらの方にお持ちしますんで。うんうん、いや、今日。今、金ないから、月末に売りに来て。今日、内末だったから、うん、だから、もう、2、3冊、分を紙持ってこいって言われてましたから、専門本屋さんに。で、あとは、本屋さんには売ってないです。浅井さんが手作りです。浅井さんのところに買いに来ないだろ。ん？本屋さんに売ってるって言われた。本屋さんに？うん。本屋さんに出した方がいいですか？出せるの？出せるんだったら出した方がいいけど、流通大変だよ。流通って何？流通ってなんか本屋さんに本を送って権利なの。お金がかかるの。あ、本屋さんにお金を払い込むんですか？そうだよ。ダメだよ。本屋さんの受付の店員さんに200円渡したりしてもダメだよ。本を貸してくださいっつって200円渡したらダメだよ。出版社にだ。出版社に言わないといけないから。出版社うちだよ。強えな。最強だな。いや、だから、おさしてください、いくらですかって言うと、例えば紀ノ国屋行って聞いてくればいいの？紀ノ国屋の本社だね、聞くとしたら。本社に行って、これお貸してください、いくらですかって聞けばいいんですか？
わかりました、そのようにしますから。出版社の名前なんていうの？浅井浅井由紀子浅井もう全部が全部めちゃくちゃでしょ、そんなの。え、まあ、いや、まあいいんだけど、いや、分かった分かった、うん、OK、みんな良かったと思ってるよ。うん、そうだね、俺も良かったと思ってるよ。産業革命を行う、産業革命、違うよ、産業革命じゃないよ。うんと、浅井さんのピンの配信ってなんかすごいね、なんかレア感がすごいよね。自分さ、浅井さんがパソコンどんどん覚えてるからな。パソコン、うん、前なんてあんまできなかったじゃん。いや、そう、何がなんだか分かんないもん、うん、いや、でもまず配信っていうことがな、初めて見たんだからまずさ、デザリング機能使いこなしてんのといや料金高いよっつったら大丈夫YMAX だからっつってデザリングとスマートシム覚えてるでしょ。で、なんか、あ、じゃあブックマーク作ってあげるよっつったら、もう大丈夫、 Google から飛べるからっつって、もう Google からフワッチのリンクがあるっつった電話来てるよ。電話すげえな、ほんと。どうだろうね。で、電話で、さっきの電話番号、電話で聞いた方がいいよ、清田。もしもし。12時半ですね。はい、わかりました。はい。もう、あれだよ、11時10分。11時半だよ、大丈夫。11時半？大丈夫、すぐそこまで行けばいいんだから。うん、あ、そうなんだ。うん。あとは、なんだったかな。次は、いや、おばちゃんさんと、これみんなと一緒にお話ししたいけれども、一番何がいいんですか？電話ですか？これみんなこうやって見ながらで、こうやって喋ればそれでいいんじゃないか。ああ、そういうことか。それって何が入ればいいんですか？すげえな、浅井さんがトツをやりたいって言ってるけど、トツ覚えんの？要は誰かと電話で話してるのを放送に載せたいんでしょ？そう、こうやって電話で喋ってんのを放送に載せたい、そういうことでしょ？そうだね、向こうも見ればいいし、みんなも見ればいい。どうすればいいんだろう。どっかに入会すればいいですか？いや、どっかに入会してもそんなのできないよ。LINE をやる？ LINE かな？ LINE ってわかる？ LINE？ わかんないよね。LINE って、LINE をやるでいいですか？して聞き回ればできますか？まず LINE を覚えるのと、LINE っていう電話を覚えるのと、それを配信にどうやって乗っけるのかっていうのだから。電話機に LINE っていうのを買ってくればいいんですか？一番いいのは、はい、スピーカーってあるじゃん、電話、でスピーカーにしたらみんなに音拾うから、スピーカーにすればいいんだよ。もうそれが一番いい。電話をスピーカーにして、誰かから電話かかってきたらスピーカーボタンを押したら、その人の声こっち側に入るから。難しいよな。で、それで喋りながら、それは画面をどこを出せばいいんですか？いやいや、もうめちゃめちゃ難しい。もう絶対無理、浅井さんじゃ絶対それは無理なの。なん、俺でも難しいぐらいなのよ。あ、その、電話と、電話、そう、電話とネットをつながるのは。はあ、うん、はあ、うん、電話とネットをつなぐですね。LINE、電話をネットをつなぐです、ね。いや、無理よ。キャプチャーボードとか、もう専門用語がいっぱい出てくるから。何を教えればいいんだろう、その場合。だから、電話かけてきてっつって電話がいいんだよ、その場合。電話でスピーカーにすればいいんだ、うん、電話でスピーカーにして、それで配信やってるうちに、そのうちだんだん開けると。そうそう、うん、ちょっと違うね、本当。違うんかい。ん、向こうにはパソコンつけてくださいしとけばいいですか？いや、向こうのパソコン、あ、コラボのことなのかな。コラボ、コラボ、いや難しいんだよな、なんていう、いや、もう全部忘れていい、無理って覚えといて。難しいの、とにかく無理。今の浅井さんのレベルじゃ無理だから、まずはこれを普通に配信、まずこれは普通に配信できるようになって、そうそう、それから考えると。そう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 、それが一番いいと思う。わかりました。じゃあ、まずその、電話はスピーカーで話すようにで、してそれで、その話した内容は、なるべく客観的に話をするように持っていけばいいですね。そうそうそう、わかりました。あと悩み相談とかやればいいんじゃないの、浅井さん。電話で。あ、それはいいかもしれないですね。おう、そしたら電話、じゃあスピーカーで話して、それでやりだもん。これを配信すればいいんだ。そうそうそう。誰か電話ください、今でも話しますよ。電話和道さんちの電話、あ、私の電話、俺の家の電話、私の携帯でもいいですよ、かけてください。 そしたら今話しますから、あの悩み相談について。そしたらさ、いろんな見てる人がいろんな悩みを浅井さんに、日本人が知っておくべき生活保護の話って本和道と作る予定は
何を言ってんのこいつ。生活保護の話。生活保護は文化が進んできたのに今はなくなるでしょう。なんか違うな。生活保護って大体具合が悪い人はあんまりいなくなるんだから、だから生活保護は必要なくなると思います。あとは生活保護 LINE は無理かな。キヨタン、和道さん、ありがとう。浅井さんに教えてくださって本当に親切なことです。とんでもないです。キヨタン、キヨタン、たくさん花火ありがとう。あとでも浅井さん良かったじゃん、50人見てるから。これ30人か、30人、うん、こんなところにね、こ、あ、これが出てるんですか。34人、うん、今、190人見て35人が今見てる人。あ、190人がこれを見たと。そう、合計ね、それは、今見てる人の数はこっちは左が39人、33人。お店で頼んだものが美味しくなったら、美味しくなかったら最初はどうしますか。いや、もちろんその最初から美味しくないのが出てくるようにはしないけれども、もしまずかったら、最初頼んだんだから、ちゃんと頼んだんだから作り直すようにちゃんと言いますが、これはなんだろうね、それはあなたの人生なのかもしれませんね。あと、和道さん、本当に浅井さんに教えてくださって本当に親切なことです。自由すぎるし、これいや、もう読み終わったよ、このコメントは。じゃあみんな浅井さんの放送来てください。お疲れ様です。え、以上コラボ、え、こっち切ってこちらに誘導しない、こちらに人いっぱい来た方が良くない？こっち側？同じだよ。あ、消えた。余計なことしなくていい。どっちでも同じだ。どっちもつけとこう。どっちもつけとこう。これどうしたらいいんですか？こうです。こうだ。こうだ。あ、浅井さんのパソコンファンがすげえな。ファンって何？放送してる。音？ファーンって。電話番号お願い。愛がちっちゃわこつ。わこ、わかんないな。何言ってんのかもわかりません。電話番号、花火をプレゼントしました。わかりません。はつみ、かわたん、まちたん、かわたん、まちたんちゃん。あれ、ふわっちで浅井さん映るの初めてだっけな。かわたん、まちたん。なんか変だな、今日の。何かな。久しぶりだから。久しぶりだからかな。なんかすげえ、なんかコメントビタ止まりで、なんなのこの空気って。和道の異常だ。昼ご飯。浅井さん、電話番号教えてだったよ。電話番号？うん。電話番号。清田が。清田、さっき言う、あれだよ、0705011138です。うん、家の電話は、ちょっと、今忘れちゃったんでわかんない。タイムシフトを見てください。え？タイムシフトを見て。あ、タイムシフト見てください。タイムシフト、あ、いいね。光の輪は最近どうなの。光の輪って何。光の輪、上優文弘がやってる宗教団体。え、宗教、いや、わかんない。宗教団体わかんない。最近やってるもわからない。上優文弘って宗教団体やってるんですか。オウム真理教の人、光の輪って。オウム真理教、うん、知ってる。オウム真理教、いや、よくわかんないな。浅井さんの、電話番号お願い。これで合ってる？あ、それで合ってるよ。合ってますか？ちっちゃい、合ってます。この方は神様ですよ。光の輪、顔がアップすぎます。勇気。あ、このぐらいの顔がちょうどいいんですか？勇気。これってどういう意味なんですか。職人さんいらっしゃい、安心でいてください。え？勇気。いや、それ知らない。その人が決めた名前だから、その人に聞かないと。勇気さんに聞きなよ。どういう名前の意味なんですかって。あ、
それはあれですね、あのださあ、あなたにはそれが大事で、私はそんなくても大丈夫なんですが、すいませんでした。うんと、ふわっちしていたのですか。今日、2回目か、今日、うん。声がいい、ありがとうございます。ちょっといつもよりと環境が違うんですけど、うん、ありがとう、ハイセンさん。声がいいですね。初見です。関西さん。はい、行くみたいよ、おはよう。うん、歌いましょう。あ、ガサついてるのはここに浅井さんのレッツノートあるんだけど、浅井さんのレッツノート古いからファンの音が拾ってんのよ。これマイク離したら俺の声だけになるでしょ。浅井さんのパソコンからザーって聞こえてノイズが走ってんのよ。そういうこと、申し訳ない。ふわっちしていたのですか。川田松ちゃんさん、バガと風船ありがとうございます。そうじゃない、列の音が古いんだよ、うん、だからすぐファンが回っちゃうの。掃除、うん、今全部設定とかやったんだけど、うん、勇気、ふわっちしていたのですか。ふわっちしていたのですか。初見さんいらっしゃい、楽しんでいってください。ふわっちしていたのですかって何ですか。この方はあの僕の知り合いの神様です。浅井さんと言います。どうぞよろしくです。誰に向かって言ったんですか。いやいや、今年の スリさんっていう新しいリスナーさん。スリさん、うん、はい、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。スリさん、ふわっちしていたのですか。いやー、古いや、もうレッツノートの型が当たって、俺がこれ多分10年も前じゃないか、8年ぐらい前かな。ふわっちしていたのですかって何ですか。ふわっちしていたのですか。ふわっちってこれのこと、これをやってたんだって言われて。いや、これやってたってあれだよ、うんと、この前一回やってみたけど、できることが分かったんで、これからやろうと思ってたところですが。うん。和道さんから誘導された。何、誘導なんかしてない俺。彼氏いますか。彼氏ってみんな彼氏です。全員、世界中の人が。おお。みんな彼氏じゃないね。うん。うんと、キュータン、花火やる。彼氏は誰もいません。彼にないんかい。彼氏だって彼氏らしいことを誰もしてないもん、うん、だから彼氏じゃないです。初見です、よろしくお願いします。 MacBook Pro 12年製だったら余裕でしょ。5年前だったら余裕で使えるよ。そんなそういうレベルじゃないよ。あ、5年前じゃないな、10年ぐらい前かもな。このパソコン占い HZT の古い HZT の劣化、神ですよ。キヨタン、和道さんから誘導されました。スリちゃん、うん、俺の MacBook 2012年だけど余裕だよ。ソウルメイトって俺は師匠だと思ってるね。俺は浅井さんから学んで、俺はほら浅井さんの方が、ね、ソウルメイトって何ですか。ソウルメイト、まあ友達って意味だけど。ソウルメイト、俺はだから浅井さんから学ばせてもらってると思ってる。浅井イズムを継承していかないとダメだと思ってるね。浅井さんから浅井イズムの継承要はということは、だからあの町のゴミを一個拾っていくとか、それから、うん、と悩んでいる人に声をかけるとか、うん、そうそういうこと、そういうこと、はい、要はね、はい、そういうことやってる人の浅井さんっていう人がいたっていうことと、そういう生き方を学んでるんです。空き缶で2万稼ぐ方法。正月すごかったんでしょ、儲かったんでしょ。空き缶体力だ。体力と根性だよね。体力と根性だよ。体力と根性、うん、空き缶でお金稼ぐ方法を教えてだって。体力と根性って普通には現れない。だから本当何としてもここで生き抜かなきゃならないと思ってる道は あるんだから、だから頑張ると、うん、ただそれだけのことです。うんと、彼氏なんですか。初見です。和道さんは彼氏なんですか。だからよくわかんない。こいつね、嘘ばっかりつくからブロック入れた方がいいよ。ん？ブロック入れよ。ブロックって何？ここでこのブロックって押すと、この人がもう見れないようにすることできるから。ブロック？こいつ嘘ばっかりつくから。よくわかんない、なんでよ、うん、さあ、じゃあこれで、あとは、うん、
もうすぐ終わるんだ。30分だな。3分、あと3分で終わる。あと3分、何が言うことあるかな。最後、本の宣伝全然しないから、宣伝しないよ。本はこの世界がこういうとこですっていう、そのみんなに分かんないところの、その説明ですけれども、その説明っていうのは、現地調査の上書いてますので、正確に書いてますので、その辺で皆さんのご参考になればいいと思って書き上げたものです。どうぞよろしくお願いします。はい、これでいいです。浅井さん3500円で一冊予約しといて。一冊ですね。おう、俺買うから。はい、かしこまりました。月末に金払うから、月末に売りに来て。月末ですね。1月の末ぐらいに一冊持ってきて、売りに来て。一冊売りに来ればいいんですか。そう、俺買うから。うん、じゃあ取りかかったらポストに放り込んでればいいんですか。でそしたらお金払えないから、家ピンポンしてまた配信やる。それで買うから俺。うん、清田も一冊欲しいっつってるよ。たまにはあればいいんです。あ、本当メッシですね。本当にそうですね。リタですよ。リタ、浅井さんがやってること。じゃあ清田に発送しますんで、清田の。清田来るってよ、カラオケ。ん？カラオケ来るって、今度。来週か再来週。あ、今度ですね。わかりました。うん、今度その時に用意しといてだって。あ、わかりました。はい、お願いいたします。すげえよね、今時。全部自分で印刷して、全部製本まで自分でやってんだよ。170ページ？そうだよ、そんなに難しいもん、ね。どれくらい厚さあんの？そのぐらいだ。これくらい、こんな厚さあんの？うん、そうね。まあ、170ってさ、それくらいか。本のタイトルは何ですか？だってタイトル、浅井ゆき子、あなたの人生をより良く。悪くないタイトル。あなたの人生をより良く。うん、なんか、あれだな、売れそうだな。なんか5万部ぐらい売れそうだよね。地味になんかロングセラーだよ。ヒット商品ではないけど、ロングセラーで20年ぐらいで5万部ぐらい売れそうだよね。これ本棚にいつもあるよなっていう。いや、本棚、いや世界中の本棚にあるよね。なんか世界中の本棚にどうしたらいいんでしょうね。わかんない。ある程度まで見たら改善するでしょう。うん、いや無償の愛だ。もう浅井さん生で会うと感動するよ本当に。え、無償の愛を持ってる人は滅多にいない。無償の愛、うん、無償の愛、うん、いやだって誰か死ぬか生きるばっかまで試してみればそれでいいんです。そしたらあれは無償の愛の観点になればそれは神だけれども、うん、神、うん、とでもこれって死ぬんでないかと思って試せないからやっぱりそうなるわけですけれども、これは実際に死ぬかどうかやってみればいいわけです。無償の愛、無償の愛ってどういう意味ですか、よくわかんないな。要は見返り、浅井さんは何かをもらうために何かをやるんじゃなくて、困ってる人を助けるためだけ。それは違うな。困ってる人助けるじゃないや。見返りはいらないや。見返りはいらないけれども、それは、では、自分の信念のために、やってると。浅井さんの信念って何なの？信念？世界は良くなるべきだと、もう一つなんだ。困ってる人がない世の中になるのは本当だ。うん、だよね。写真が全くない浅井さんに。これ終わったよ。はい、じゃあ、うん、終わった。はい、終わりました。はい、はい、うん、どうやって止めるんですか。これはだからそこ×こっち、ここ、うん、ここ押せばいい。そう、そこ押せばいい。わかりました。OK。 でもうパターンって閉じちゃって、これは普通に止めればいいんですか。スタートでシャットダウン、それ。うん、シャットダウンも分かるんだ、すごいね。写真いいじゃん、カチッチ。何の写真だこれ。釣りのルアーか。あ、釣り好きなんだっけ。よし、じゃあ行こう。行く、うん、よいしょ。よいしょ。待って、
あ、清田花火ありがとう。いやー、すごいよね、ほんと。いやー、もう悟ってるよ、浅井さんは。ありがとうございます。自分で作ったんだ、いいね。え？いや、釣りやるんだって、釣り。釣り？ルアーって何？浅井さんさ、これ何？これ釣りのルアーってわかる？あの、釣りの餌？疑似餌ってやつ。餌？餌で、ほら、魚ってさ、餌、虫とかを食べるじゃん。だから、虫。あ、その虫、それでさ、これで魚釣ってんの？そうそうそう、それ自分で作ったんだって、これ。いっぱい釣ればいいね。だけど大丈夫かな？ね、いいよね、釣りね。はい、浅井さん、これ。ルアーの依頼を受け付けてますって、ルアー作ってくださいって言えばいいんですか？いや、だから浅井さん釣りやらないし、東京で釣りできる場所なんかないでしょ。だから、浅井さんでも髪の毛短い方がいいよ、それ。どこで切ったの？私が切ったよ。自分で切ったの？上手じゃん。そう？うん。餌。ていうかさ、浅井さん金髪だったって本当昔。金髪？うん。金髪じゃないよ。ないの？うん。本当。なんかどんどんうるさくね。壁ドンしてる？誰か。してる？なんかドンドンって聞こえるんだけど。聞こえる？ちょっと聞こえる。小物アクセサリーも作ります。すげえな。依頼を受け付けます。ちょっとうわ、え、なんだったっけ？餌になるもの。餌。うん。魚がこれに食いつくんだから、それを作ってる、うん、ねえ、わかんないけど、うん、そうそう、あれ、ほら、小魚の形になってるの、これちょっと逆さまになってるけど、ガチさん、本当に人生は違うところにあります、うんうん、よし、じゃあ、行く、うん、はいはい、ちょっと見送ってきます。寝起きなんで。ああ、それ、あの、うん、どうしたらいいでしょうか、それ。それって何？あ、顔太ったの、うん、病気かな、やっぱり。浅井さんに言われたんだよ、顔リンパ腫れてて太りんで、病気リンパ腫れてるって、なんちゃんが言ってたっしょ、今。そう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 、医者が言ったんですか、リンパ腫れてますって。いや、じゃあリンパってここのことはあるのよ。まあ寝起きだからむくんでるのもあるけど、太ったのは太ったのよ、病気かな。パイナップルジュース、どこが悪いかって言えばいいんですか。そうそうそう、どこが悪いか教えて。でも体入ってるんだよ。これ入ってるんでしょ。入ってるよ、うん、言わない方がいい。切る音、うん、音切った方がいい。音切れるよ。いや、うん、うん、したら音切って、そして、うん、みんなが分かるように。もういいよ、出していいよ、音。いいよいいよ、はい、消えてんの。いや、今つけてる。つけてる、うん、うん、とどこが悪いかっていうと、うん、うんと、元気がないから元気になればいいんじゃないかと思うんだよ。そこわかった、元気になるわ。じゃあ寝起きだから。え、起きたばっかりだから寝ぼけてるだけだから元気よ、うん、元気元気、大丈夫。体も鍛えてる。腕太くなったでしょ、ほら。うほら腕、うん、あんまり、腕はまあ太いけども、うん、だけど、ちょっと待って、これこれお腹がね、うん、お腹が、お腹見て、お腹これを見て。いや、これ太いけど関節が緩んでるよ。あの関節が緩んでる。どうすればいいの、関節緩んでんの俺。どうすればいいの、どこが緩んでんの。うん、どっち、どこ。だからこう普通こうついてこういうふうに脱落してるの、腕が。ああ、なるほどね。どっちの腕。うん、そう、左手はもっとひどい。ああ、ここ、うん、ああ、俺ここダメなんだよ、今度当たってんだよこれ。いや、だからこれ、うん、どうしたらいいか、これ悩みなの。要はね、こう手を広げた時に腕がこっちはこうなってるじゃん、ちょっとまっす、なんつうの、こうなってるでしょ、見てて。で、こっちの腕って、こっちの腕とね、作りが違うんだよ、俺、ほら。すごい。でしょ、全然違うでしょ、うん、そう、これ、奇形なんだよ。だから関節がね、歪んでるんだよ。いや、だから、もともとさ、弱いところにさ、あの、なんかパンチが入ったみたいな、それで、あの、ダメになってんだよ。そう、そうなんだよ。多分ね、ガキの頃喧嘩して、それで曲がっちゃって、気づかないでこうなっちゃった。そうなの、当たってんだったから。じゃあ、まだ積極的な方法が出てないよ、どうするか。だからどうすればいいのか。だからたまにドラム叩いててもこっちぶっ壊れてるから痛いのよ。右と左でバランスが違うの俺。うん、そうしたら、うん、どうすればいいかな、ちょっと待って、うん、でも元気出せばいいんでしょ。いや、元気出せばいいし、それは本当物事はそういうふうにはできてないから、出ない時があると元気出せる。そうそう、それそうだ。出ない時があるんだよね、元気は。
そうだね、ダンベル本当は良くないんだよ、あ、そっか、こうやってやるのそう、そう、本当は良くない。でももうそんなこと言ったらドラムも叩けないしさ、だから筋力でカバーした方がいいと思ったから、バカプレゼントありがとう、あと右足がずれてても重症だから、だから、右足を復活させれば元に戻るよ。だから壁に向かって右足を上げる、挙上する、壁に向かって右足を上げ、蹴り上げる、蹴り上げる、蹴り上げてかかとで壁を叩くな、右足をかかとで壁を叩く、何回もやって、治った瞬間にハッと思うから、そしたらそれで OK。 分かった。いや、治った瞬間に分かるから、それまでやる。何回ぐらいだいたい、大体100回ぐらい、いや、うまくやれば2回ぐらいだもん。うまくやるから100回やったらもうできないよ。そっか。で、体力切れだ。この前山手線歩いて一周したよ、俺。山手線？山手線の線路あるじゃん、あれ17時間かけて歩いたよ。17時間、じゃあ、足を上げて、してそれから1日寝てると。分かった。したら、なるだから、足を振り上げて、かかとをこう、かかとをガンとガンってやって、オッケー、それ2回ぐらいで治ると。あ、でも体が硬いから上がらない、ら、ね、うまくやればね、だから多分5回以内に決まればそれは成功だよ、で、あとはじっと寝てりゃ治る。分かった、ありがとう。じゃあ思いっきりブギってやればいいのかな。どうだろうね。そうですね、ルッツさんいらっしゃい。ルッツさんサムネいいね、好きなタッチの絵だわ。あんまり頑張らなくてもいいよ、自分にできる範囲で頑張ればいい。OK、分かった。ものすごく相手、のんちゃんはやれって言うけど、そうじゃなくても自分のできる範囲に上げて5回以内に決まればそれだもん。 OK。 寺田さんとかは行くの？寺田さんによろしくお伝えください。はい、寺田さん、分かりました。寺田さん、今日1時間20分になります。じゃあ、この前カラオケレクチ来たらしいよ。いつも違う場所は言ってなかったでしょ。レクチさん、この前すいませんでした。レクチ今見てないけど、レクチ、これ出てんじゃない。浅井さんバックレ、今日は見てないと思うよ、コメント打ってないから。レクチがなんか浅井さん来なかったんだけどって言ってて、浅井さんに誘われたのに。別のカラオケ行ったでしょ。いや、向かい側に行ったんだよ。でしょ。電話したね。なんでほったらかすのよ。で、レクチさ、レクチ今見てないよ。レクチさん、なんかこの前おばちゃん、そういえば具合が悪く感じたんですけど、どうしたらいいでしょうか。差し当たって和道さんがこれから治りますんで、あなたも少し良くなると思いますが、それからこの前言ったように肩上げる体操ですか。矢沢が大好きなのは寺島さんだよね。それをすればいいと思います。寺島さんが矢沢好きなんだよ。だった、今和道さんがなんと持ち直しますんで、そうしたら最初に言った体操ですね、それをすれば良くなります。では、洋服いいじゃん、浅井さん似合うよ。これいいよ、浅井さん。まあ、これリバーシブル、こっち側の方がいいんじゃないのこれ。MA1 じゃない。何これ。これいいじゃん。ロハコさんみたいだな、なんか。ロハコさんが着てそうだ。ロハコって何。ロハコさん、友達がいいんだ。ロハコさん、おばちゃん、これ着てますよ。じゃあね。うん、行こう。よいしょ。ちょっと待って、浅井さん見送ってくる。また今日もありがとうございます。来ないですか。今度歌う時に行きます、ね、そうですか、そうですか。じゃあ今度呼びに行きますから、よろしくお願いします。よし、浅井さんありがとうね、気をつけて。あ、浅井さんさ、俺さ自転車借りてるじゃん。自転車、はい。俺さ自転車使わないんだよ最近、だから返そうかなと思って。誰か使う。だから浅井さん、俺返すよ、おはよう。自転車、皆さんおはようございます。おはよう。おはよう。のんちゃん寝ましたよ。いっぱい寝ました。お疲れ
田さんによろしく。なんでちょっと換気しよう、空気悪い。換気しよう。サインバッグ取った。ありがとう。そうそう、しけってる。死ぬだけね。バーッと換気しないと、釈迦が、あーすごい、風が気持ちいい。ひゅー。あー寒いね。おー、寒い寒い。バーッと一気に変えよう。おはよう。浅井さんが本の宣伝するために来てくれたから、諸悪開けました。寝起きです、完全に。和藤さんって言って。和藤さんって。あの、いつもの感じね。新年の挨拶をしとかないと。今年初浅井さん。初浅井さんだからね。縁起物だからね。縁起物だから。拝んどかないで、はい、一富士二鷹三浅井だから、うん、なんで浅井さんフォローできなかったんだろう。さっき分かんない、なんだろうね、バグかな。さっきスマホでやったらフォローできた。嘘、できた、うん、バグだな多分、うん、どうしよっかな。なんか変な変な時間に起きちったな。うん、まあ、ご飯どうする？なんか食べよう。チャーハン作る。カレー屋さん行く？また。チャーハン作る。チャーハン作る。チャーハンか。あの、消化しないと、冷凍ご飯。あ、そう？じゃあ具材作ったら炒めんの俺やるよ。俺うまいから作んの。うん。じゃあ、具材、野菜刻んだりさ、肉刻んだり、ベーコン刻んだりとかさ、具材作ったら俺炒めるから。うん、下ごしらえだからお願いし、うん、オッケー。そしたら俺が作るよ、うんうん、ご飯の量は足りんの？その冷凍分だけで、うん、足りると思うけど、もういいか、もう空気入れ替わったでしょ、うん、新鮮な空気が手に入ります。具材やって、なんか飲み物、お茶かなんかくれる？水しかない。もう水しかない。あ、お茶がないのか。あとで買いに行こうか。うん。水でいいや。じゃあ。はい、みんなおはようございます。すいません、なんか。おはよう、みんな。はい、若津、亀尾さんおはよう。なんかすいません、花火たくさんいただいて。ありがとうございます、皆さん。すいません。頑張ります。エネルギー上がりました。そうだね、浅井さんからはいつも元気もらってますよ、本当に。浅井さんはすごい人ですよ。浅井さんすごいね。はい、ありがとう、いただきます。はい、また2、大輝さんいらっしゃい。なんかずっとコメント止まってたね。浅井さん来るとね、結構コメント走るんだけど。おはよう、土曜日だね。おはようございます。よう寝たわ。いや、俺は全然凡人ですよ、本当に。全然。何の才能もないから。凡人です、凡人。あれだな、この時間帯に放送するのが珍しいから、客層がちょっと違うね。リスナー層が全然違うわ。面白い。浅井さんっていうのは、2年ぐらい前に、そのホームレス配信って言って、配信者からホームレスになったやつが知り合いにいたんだけど、そいつがホームレスやるときに出会った元ホームレスのおばちゃんで、空き缶拾いで生計を立ててる人なんですよ。空き缶拾いでもう稼ぎまくってて。で、知り合いのそのルンペンの人とかにご飯をおごったりとか、なんか、そういう活動をやってる人ね。布団届けたりとか、空き缶の拾い方教えたりとか。だからもう、なんつうの、ホームレス、まあ、ルンペン界隈で有名な人なんですよ。私は和道さんって一目惚れ？そう？いや、全然だよ。全然。本当に。ろくでもないです、僕は。ダメですよ、一目惚れしても。いや、男の人だよ。そういう意味じゃないよ。
空き缶儲かる？空き缶儲かるっていうか、じゃあ浅井さんの場合労働力が半端じゃないだけで、時給換算すると600円ぐらいだよ。600円か700円ぐらいだよ。うん、ただその 1時間で600円分の空き缶を拾えるスポットを知ってるっていうのがすごいよね。でも浅井さんの本質はそこじゃないと思ってるんだけどね。俺は空き缶拾いじゃなくて、やっぱりさっきから言ってるように、その周りの人を幸せにする力を持ってるから、それはすごいことだと思うね。こんなに東京ってすごいギスギスした街で全然心が通わないんだけど、浅井さんの周りはあったかいんだよ。それがね、なんか伝わるといいんだけど、東京ってね、もうほら、俺成田で育ったからさ、田舎の感じに慣れてるけど、東京って本当にギスギスしてんのよ。それそうだよね、田舎者しかいなくてさ、田舎者たちがさ、その東京の人に騙されないように騙されないようにって生きてるから、それは感じるよね。その田舎から上京した人あるあるなんだけど、東京に行ったら必ず一度は騙されるっていう逸話があるくらいだからね。アルプス一万尺の和道さん初めて見て一目惚れしました。あ、そうなんだ。いや、僕はカラオケ大好きですよ。浅井さんのパワフルな歌い方。音途切れる？音途切れる？入り直してみて、クミタン。みんな音途切れますか？大丈夫だったら教えてください。なんだろう、音途切れる。途切れる。じゃあ一回枠取り直そうか。一回枠取り直します。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよ、もう。